杉内がスローボールを投げた本当の理由。プロのピッチャーは剛速球を投げるだけではなく緩急を交えてバッターを打ち取る。2014年巨人対西武の試合で巨人の杉内投手は今まで投げたことのないスローボールを投げた。スローボールはストライクゾーンに吸い込まれ、バッターがそれに食いつきセンターフライに打ち取った。杉内が新しい球種を覚えたのだと誰もが思ったが、実はそうではない。実はこの時ランナー一塁の場面であり、キャッチャーの阿部慎之介からは牽制のサインが出ていた。にもかかわらず杉内はバッターに向かって直球を投げようとし、足を上げた瞬間にサインミスに気がついたのだ。このままでは阿部さんが取れないかもしれない。そう考えた彼はとっさに腕の振りを緩めてスローボールを投げた。超スローボールで打ち取った杉内は苦笑い。しかしとっさに投げてストライクに偶然入ったのではない。実は杉内はブルペンでは数球に1球山なりの球を投げる練習をしていた。全部の球を全力で投げると力が入りすぎるかららしい。普段から様々なことを意識して練習していたおかげで、試合中のアクシデントにも彼は器用に対応してみせた。